こんにちは、ウキラン町フラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は福岡県最南端、県境にある大牟田市大牟田駅周辺を散策したいと思います。というわけで延命公園に来ています。大牟田市で最初に開設された公園で、約 18.1 ヘクタールの総合自然公園で、園内には体育館、野球場、プールなどスポーツ施設や大牟田動物園などがあります。山頂の延命排水池の展望所からは大牟田市街が一望できるようになっていますので、ぜひ寄ってみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。大牟田駅に行ってみましょう。はい、大牟田駅にやってきました。東側 JR 大牟田駅より入って見ていきます。 JR 九州の IC の数号化が対応の自動改札になっています。ホームと改札は同じ地上にあり、乗り入れは門司港より八代までと仙台より鹿児島を結ぶ鹿児島本線になっています。改札を出た右手には待合室が設置されており、コンビニのファミリーマート、左手には緑の窓口が設置されています。続いて路線図を見ていきましょう。博多までは27駅の1時間20分ほど、熊本までは13駅の50分ほどと、福岡の南なので熊本の方が断然近いですね。次に待合室は空調が設置されていて、10名ほどがかけられるようになっており、食パンの専門店の一本堂が入っています。それでは次は出口ロータリーを見ていきましょう。真ん中には駐車場、看板には世界遺産のある町大牟田が迎えてくれます。左側には大牟田観光案内所とバス停、右手にはタクシー乗り場、高層マンションが一棟と中層の駅前ビルが複数見えます。それでは先に駅の西側を見ていくんですが、西側に行くには南にあるこちらの連絡橋を渡っていきます。エレベーターも設置されており、連絡橋の上にも JR の改札がありますので、こちらからホームに行くこともできますね。連絡橋を降りるとすぐに西鉄の天神大牟田線終着の大牟田駅があります。改札は自動改札で、西鉄の交通 IC の二目化が対応で、九州の IC は二目化の発行枚数がトップになっています。ホームは改札と同じ地上になっており、普通に急行特急が全て発着し、福岡の天神までは48駅もありますが、特急だと1時間ほどで到着することができます。構内にはコンビニのファミリーマートに、大きな大牟田周辺の街歩きマップが設置されています。それでは駅を出て西口のロータリーを見ていきましょう。レンガの歩道とノスタルジックな街灯、かつて町中を走っていた路面電車が左手にあり、ロータリーにはタクシー乗り場とバス乗り場、住宅街が中心に広がっています。で、実はこちらのレトロな電車はおしゃれに活用されたカフェになっていて、フルーツサンドなどを販売されています。私も街散策で駅前に電車などが展示されているのを見ますが、ボロボロにねなっているところもあるので、大牟田市のような活用方法は素晴らしいと思いました。で、駅前の交差点やってきまして、まっすぐ伸びる大通り左手にはクレープ屋さんにアイスクリーム屋さん、定食に居酒屋、行けてはないですが右手には調べたらカフェやイタリア料理などもあるようです。東口に戻ってきまして、駅の南側、こちらにはピザにクレープのくつろぎ屋、その横には占いハンドメイド天然石の雑貨店、駅前大通りに面した広場には光の動物が大牟田イルミナーレの期間1月末までライトアップされています。次に大牟田駅舎を見ていきます。一部2階建ての大牟田駅、廃車に個別指導のエコール、
右手には以前あった千年の宴の居酒屋はなくなってテナント募集になっています。で、駅の交差点、南北に佐賀と熊本を結ぶ片側三車線の国道208号線交差点を渡ったところには大牟田で一番人気の元祖大牟田ラーメンの東洋軒があります。人気の焼き飯セットを食べに来てみてください。そして駅の北側にはハンバーグの島に洋風カツ丼の写楽と歌麿、大牟田名物草木まんじゅうの黒田屋と江口栄商店が2店並んでいます。それでは駅前より本日はこんなルート、銀座通り商店街繁華街を抜けて西の諏訪公園に向かって歩いていきましょう。またすぐにカステラまんじゅうの城や和菓子の吉蔵と並んで、向かいにこれまた立派な大牟田市役所、昭和11年に建てられた国の有形文化財になっていて北の別館とつながっています。で、次のこちらが洋菓子和菓子パンを1階で販売、2階はレストランの大福、先ほどあった草木まんじゅうと並ぶ大牟田市の銘菓のカステラまんじゅうも販売しています。そしてちょうど歩いてる左手側裏に年金通りの商店街があるんですが、帰ってね気づきまして寄ることができませんでした。取り壊すなどの記事も見たんですが、今ある景色を動画に収めてるものとしては残念でなりません。で、次に見えてきた駅より北に 500m ほどの場所、地区町と書かれたアーケード、入り口に鍵の110番に理容室の青葉、花屋さんのケリーを左に地区町のアーケードは続いていて、線路を渡って銀座通り商店街方面へ進んでいきます。鹿児島本線と西鉄を渡っていき、銀のアーチの入り口の銀座通り商店街、アーケードは東西に 170m ほどあり、三角屋根が特徴的、宝石店に居酒屋の漁師村、時計店と目を引くイラストが描かれており、で、進んで1本目の筋の真上はドーム状になっており、左が水木通り、右が宮前通りになっています。少し宮前通りに進むと大牟田神社があって、こちらは毘沙門天も祀られていて、夏には大蛇山祭りでにぎわいます。で、さらに奥に進みます。年季の入った看板にはふれあい新銀座、こちらも東西のアーケードですが、なかなかの荒れようにちょっとびっくりしてしまうほどです。トタン屋根は穴の開いたところもちらほらと、お店の看板やポスターは昭和のまま時間が止まっているような空間を味わえます。それでは銀座通り商店街に戻ってきまして進んでいきましょう。串カツ酒場に中華料理店、大牟田神社へはこちらからも入れるようになっています。映画に出てきそうな古本店、向かいには文房具店で、こちらの角にはイタリア料理店に衣料品の辰巳屋さんが対角線上にあります。で、ここの大きな更地はかつて2004年に閉店した百貨店の大牟田松屋がありました。アーケードを抜けるとメガネ屋さんが2軒、その横の筋は銀座ことぶき通り、飲食店に商業ビルが多数並んでいるのがわかります。大通りの手前には太陽のような看板は地元のカラオケのニューヨーク40本館、荒尾市、大川市、柳川市にも店舗を構えます。で、ケンタッキーのある通りは県道18号線、大牟田川添線、こちらを渡ると大正町の東側、中島町と歓楽街のエリアになっています。大通りに面したところも早速飲み屋ビルが複数あって、無料案内所、居酒屋の三元堂、角の駐車場は30分100円、歓楽街としては良心的な値段設定になっています。ここを曲がってさらに奥へと見ていきます。で、こちらのいろは街に少し先の明星街、こういう年季の入った看板と外観は妙にテンションが上がります。そして高尾ビルにセカンドビル、その先の井上酒店にはたくさんの自動販売機の光景、
なかなか困難も見る機会が少なくなってきましたね。こちら銀座第2ビルには六本木、隣のプラザビルと飲み屋ビルが大都市の歓楽街並みに立ち並びます。で、ひときわ目立つ大きな美術館のような飲み屋ビル、看板はたくさんついたままですが、こちらは閉館しているようでした。炭鉱で栄えた大牟田市の歓楽街、全盛期にはさぞにぎわいがあったように思います。それではここからは町の風景とともに大牟田市の説明を挟んでいきます。全盛期大牟田市は20万人を超える人がいましたが、炭鉱から石油へのエネルギー転換により徐々に減少してきた人口は現在約10万8000人ほど。福岡県の市では福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、春日市に次いで6番目。大牟田市の地名の由来は牟田が湿地との意味で、昔はこの辺りが大きな湿地であったことからついたようです。福岡県には牟田とつく地名が30カ所以上も存在します。福岡県の最南端、九州の中部に位置し、西は有明海、南は熊本県の荒尾市と隣接しており、荒尾市とはともに三池炭鉱の町として栄えてきた歴史もあり、炭鉱は平成9年に閉山しましたが、平成27年7月、明治日本の産業革命遺産の構成資産、三池炭鉱関連施設として、三池炭鉱宮原港、三池炭鉱鉄道跡、三池港は世界的にその価値が認められ、世界文化遺産に登録され、日本一の石炭量を誇った三池炭鉱の構内で使用された大型機械や映像を見たり、エネルギー体験ができる石炭産業科学館もあります。また大牟田は日本のカルタ発祥の地です。三池カルタ歴史資料館、ちびっこ遊園地や遊具もある福岡県南唯一の大牟田市動物園と観光スポットが多数。夏には大牟田市の大牟田大蛇祭りは江戸時代に起源をたどる大蛇山祇園祭、担当祭り、港祭りを一つに合わせて昭和36年に始まった歴史と伝統のある祭りです。祭りの主役である大蛇山の起源は300年以上も昔、裂けるように開いた口から七色の火花を吐く、長さ10メートル以上もある各地区6つの大蛇山の山車が町中の大通りを練り歩きます。この大蛇に子供を噛んでもらうと無病息災になるとも言われており、悪霊退散、五穀豊穣、商売繁盛を祈願する大祭典で、同じ会場で開催される1万人の総踊りも魅力の一つです。また大牟田市は美味しいものもたくさんあって、駅前にたくさんのお店があったお菓子では、草木の地で誕生し100年以上の歴史がある草木饅頭、明治初期に大牟田で誕生、焼き饅頭の元祖のカステラ饅頭、自然の恵みで育った有明のりに潮風と太陽の恵みを一身に浴び、甘さ酸味豊かな早生みかん、 B 級グルメでは人口比に対してお好み焼き屋さんの数が九州一多いダゴと呼ばれるお好み焼き、太めの麺と濃い味が特徴で、ルーツは岡山の大牟田ラーメン、今は亡き松屋デパートで大人気だったメニュー洋風カツ丼は市内のさまざまなお店で食べることができます。というわけで三崎町にある総合自然公園の諏訪公園に到着しました。訪れた日は大牟田駅伝競争大会が行われていました。1994年平成6年に開園した大牟田市内最大の公園で、約22ヘクタールの広大な敷地は3つのゾーンに分かれていて、親子でピクニック感覚を楽しめる無料の大型遊具を設置したレクリエーションゾーン、健康増進運動不足解消に最適のスポーツ休養ゾーン、さまざまなイベントが行われる文化交流ゾーンです。テニスコートにバスケットコート、春には桜が咲くお花見スポットでもあり、池に小川、管理事務所も新築され、軽食も販売しています。
予約をすれば手ぶらでバーベキューもでき、隣がイオンモールなので何か買ってきてもいいかもです。駐車場も完備されていますので、運動に家族で遊びに来てみてください。それでは最後、三池炭鉱、世界遺産の宮原港、三池港に移動してお別れしたいと思います。先にやってきたのは国指定重要文化財史跡の宮原港。今も残る第二建坑とレンガ造りの巻き上げ基質を見ることができます。現存する日本最古の鋼鉄櫓で、三池炭鉱専用鉄道跡、三池炭鉱閉山当時のままの状態を間近で感じることができます。ボランティアのガイドさんもいらっしゃって、レンガの積み方の話やったり、囚人の地下旅の話など多岐にわたって教えてくれます。こちらで採掘された石炭は三池港へと運ばれていきます。三池港は光の航路としても有名で、年2回撮影スポットとして市によって港が開放されます。三池港よりすぐ近くにある昭和にできたため世界遺産にはなってないですが、三河炭鉱は現役で働いていた方のガイドが聞けたので、そちらも合わせておすすめです。というわけで本日は大牟田市大牟田駅周辺を散策してきました。炭鉱で栄えた世界遺産の町、この動画を通して少しでも大牟田市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな街を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。